まあ、よくオーナーさんからまたこれも結構頻繁に来る質問に対して、ね、うん、はい、その税金対策ってことですよね。これは確定申告の配信だったり、まあ、実際の税金どういうふうにかかってくるのかっていうのがやっぱり多分自分もあんまり日本の一口やったことないんで知らなかったんですけど、うん、なんかそれこそね、節約大全さんの動画とか見ると、うん、なんかここで取られて、ここで税金取られて、さらにここで税金取られて、すごいね、3段階で取られたりとか、うん、すごいややこしいんで、多分そういうのでみんな税金どうなってるのかなっていう質問はあると思うんですけど、まあ、まずオーストラリアでオーナー、まあ、ホビーオーナー、趣味で馬を持ってるオーナーにはあのいわゆる所得税とかかかんないんですよね、うんうん、なんで入った賞金はそのまま丸々自分のところに、うん、入ります。それはオーストラリアに住んでようと住んでまいと関係ないので、まあ、基本的に、まあ、自分たちの管理する、まあ、稼いだ賞金は、まあ、そのオーナーさんの取り分は、まあ、もちろんオーナーさんに全額入っていくっていうふうに形になってます。まあ、ただ、まあ、これはオーストラリアに住んでる前さらそれでもう終わりなんですよ。もう課税されない非課税なんで、まあ、普通に収入としてそのまま、まあ、もらっちゃえばいいっていう話なんですけど、日本に住んでる馬主さんの場合はあの居住国の、まあ、税金というか、うん、あのまあ、法律が適用されますんで、年間例えば収支で利益が出た時は多分日本で雑所得として申請していただく必要がある、うんうん、っていうことになるんですよね、うんうん、でまあよくある質問で、まあ、どうしたらいいのか、減価償却とか、うん、とかまあ、経験扱いになるのかとか、そうですよね。もうこれはもう本当にね、各馬主さんも個人個人の。そう、個人の、そのね、財務状況によって、異なるんで、こう、こうですって言えない。言えない。自分たちも日本の会計士さんに相談したよね。しましたね。うん、こういうどういうふうに。ただ、やっぱそれは、結局、個人個人の。個人個人の税理士さんのね、あの、やり方とか、判断もあるから、個人個人の税理士さんに相談していただいて、どういうふうに。申請したりするかっていうのを確認してもらって、うん、で我々にできることとしては一応その1年間の、まあ、まあ損失いくらです、収益いくらですっていう計算書はお出しします。だそれを持って今年いくらプラスでした、こちら今年いくらマイナスでしたのっていうのを持って、まあ、それぞれ の, あの会計士さんに相談していただいて日本で雑所得として報告していただくとしかお答えようがね、うん、それが多分ベストだと思います、うんうんうん、僕らが、ね、余計なことを言ってしまうよりも、ね、そうですね。そう。で、あとは、まあ、まあ日本で事業馬主されている方だったりとかしたら、まあもちろん我々請求書をその事業名でお出しはもちろんしますんで、うんうん、まあそれでやはりそちらで、うんうん、やっていただくっていうことになるのかな。うん。うん、なんであまりちょっとね求めていった答えはないのかもしれないですけど、まあ基本的にはないってことね。そう、うん。オーストラリアの税金は気にしなくて大丈夫ですよっていうのが、はい、そうですね。答え。はい。答えなので、で、まあ、毎年必要な方にはお出しするので、まあ、その時はもう E メールなりで、あの、1年間の損益、あの、計算書くださいって言っていただければお出しするんで、はい、っていう感じですかね。うん。また他にもね、その、税金に関わらず、うん。なんか気になる質問があれば、いつでも気軽に。そう、本当に気軽にね、そうですね、Twitter とかね、まあ、インスタ、はあんまり自分見てないですけど、管理見てもらってますし、まあ、あとはまあ、まあ、一番いいメールはやっぱ会社の E メールに、そうですね、はい、1本メールをいただければ、3人ともチェックしてるんで、チェックしてるんで、はい、はい、質問していただければと思います。はい、という感じで、はい。